お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もクラッシュライやっていくんですけど、今日はね、こちらのデッキを紹介したいなと思います。というわけで、このカードですよ。皆さん、知ってます？ちゃんとザッピーって名前があるんですよ。なんか一時期ね、いろんな人にうんこやらうんちやら、こう、汚いもの扱いされたかわいそうなうんこちゃんをね、僕は今日ね、うまくね、使いこなしてみせたいなと思います。というわけで、ザッピーを救おうと思います、今日は。マジで、ぶっちゃけなんですけど、ザッピー別に弱くはなくないですかってすごい思うんですよね、個人的に。なんか、とりあえず4コストで、まあ、4コストっていうのはちょっと重いのかな、どうなんだろう。でも、セパレートできて、相手の様子伺えるし、ファイブでね、別に処理はされるものの、こいつ2-1のセパができるんで、1体の方が結局ね、ちょっと活躍するし、みたいな。個人的にはね、ザッピーほら、だってこれ見ても、ザッピーが優秀すぎて、ザッピーのおかげなのかわかんないんですけど、なんかいい感じになってるじゃないですか。個人的にはね、すごいいいと思うんですけどね、なんか、メガゴとかで相手の、まあ、ザッピープラスのなんかとか守ろうとしたときに、なんか逆にね、ザッピーのこのピリピリっていうやつで止まって、処理しようとしたら逆にこっちのユニット処理されるみたいな感じのことも意外とよくあるんですよね、なんで。相手とかにザッピー使われるとすごい悩ますけどね、個人的に。うわ、うまいですね、これは。これうまいですね。でも、こういうことをした人は、フルカウンターが来るんですよ。もうね、僕のザッピーお怒りです。いきます。僕のザッピーお怒りです。いけー！ペッカザッピー！さあ、そして、これもうね、スケルトンラッシュ落ちた、非常に。なんか咳しながらのんびりやってますけど、ザッピーめっちゃ入ってますよ、皆さん。覚えて、ほら見てください、これザッピー。これザッピーですよ、すべて。これもうフリーズまで打って、スケルトンも残ってて、ペックも残ってて、ベビドラも残ってて、あ、これもね、ああ、もうほら、相手苦しい、相手苦しい。さあ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 、もうザッピーのおかげですよ、これもう。ザッピーが、なんか したんすよ、これ。オッケー、11。さあ。ちょっと無理か、ちょっと無茶があるか、まあまあまあ、今のところザッピーのおかげっていう体でなんとかやっていきますね。さあ、これはいい感じに美味しくいただきましょうか。で、マジックアーチャーですね。マジアーチャー、まあまあ、これナイトビビスキラー打っちゃえば正直止まんないと思いますけどね。で、フリーズかましつつパッキンして、まあ、ベビーが残れば残るほど相手はマジアーチャーとハンターか。あー、でも入んねー、入んないですが、とりあえず、頑張っていきます。あ、ベビドラがいいですね。ベビドラがめっちゃいい活躍してる。今のところ、ザッピーよりベビドラに MVP をあげたいですね。僕としては非常に。よいしょ。サスケラ打って、フリーズ打って、今のところ、神的活躍をしてるのは、そう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 、いいですね、いいですね。で、ここタルババちょっと使いたいんですけど、マジアチャーの処理がやっぱ厄介なんで、残しておきます。うん、そうですね。で、こんな感じで遅れてやって、OKOKOK。で、許容しつつ、真ん中、ナイトスケラとか行きたいですけどね。まあ、やっちゃいますか。相手クエイクまで打ってるんで、コストにそんな余裕もないと思うんですね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけね。なんですけど、いや、めっちゃいい防衛するじゃん。スケルトンとウッドで、いい感じに防衛されてますね。OK、残るよ、ナイス！この残りでかいですね。いやー、でも相手も攻めてきますね。あ、でも、あ、相手これ、やったなって、あ、やっちゃったっていう顔してますね、これ。あ、でも、僕には来ました、これ。うんこちゃん、うんこちゃん働きます。いや、うんこちゃんめっちゃ働くんですよ、これ。やばくないですか？あ、え？そんな？お前？全然働かんじゃん。え？待て待て。最後の見せ場よ、君の。君の最後の見せ場なのに、全然働かなかった、今。びっくりした。せっかく見せ場作ってあげたのに。あー、ベビドラですね、MVP は。まあでもザッピー結構うざい感じもしたと思うんですよ、これ本当に。よいしょ。だって、ファイボで処理されるのマジアチャーと一緒で、逆に1体残せるし、セパレートしたら、大型も止まるし、なんか、ウッド系もね、こいつで、なんだろう、相手のホグとか、ラムライダーの勢いとかも止めれるし、いいと思うんですけど、やっぱそれ以上に最近強カードが多いっていうところによって、潰されてますね。個人的にはすごい好きですね、ザッピー。相手もセパレート、とりあえずセパレートしていきます。セパレートなんか安牌のカード、個人的にめっちゃ好きなんですよね。アウトローとかもなんか出していけばなんとかなるじゃないですか。これはね、非常に辛い。
なんかしんどいですね。あー、これ、待って、ザッピーのせいで、ユニット溜まるみたいなのがないか。あー、ザッピー。お前、余計なことすんなよ、ザッピー。ザッピー。ザッピー、お前のせいだ。やべやべ、これ来るっすね。あー、ポイズンか。ここ、まあまあまあ、受けつつ、早めに溶かしてもらってね。早めに溶けて、早めに溶けてほしいですね。さっさと、たる、ん?ベビードラ、ラバー。ラバですが、今のところラバですね。で、こう、ラバを使った後なので、ケツペックします。そしたら相手が合わせられるのはユニットしかいないので、中身が何でしょうか。で、ポイズンをもう使ってるんで、僕のザッピア、皆さん来て、見て。来てはおかしいな。来んな。俺の家には来んな。ザッピーが活躍するところを皆さんに見せることができます。見て見て見て、ほら。ザッピーが頑張ってるよ。ザッピーがみんな頑張ってるよ。見て見て見て。ザッピーがめっちゃ頑張ってる。ほら、ザッピーが頑張ってるけど活躍してるかは別。うん。ザッピー頑張ってる。ペッカ走って。ペッカ走れ。お前、ちょっと早いだろ。起きたんじゃね?ペッカが?あー。あちゃー。もうちょっと頑張りがね、欲しかったですね。まあ、ここ一回ね、防止します。で、スケルトラッシュ打っちゃおうかな。相手の中、ここでポイズンを使わせると非常にいい。いや、いい。さあ、これは?守れないんちゃいますか?ポイズン使いましたね。来ました。これはね、貯めます。ザッピーとマスケットを貯めたいと思いますね。で、ザッピーとりあえず3体固めて、で、ベビードラね、これ左下に出すのすごいおすすめします。そうすると、ラバーのこの範囲攻撃で溶かせるんですね。OKOKOK。で、これちょっとあれですね、フリーズしてる間に竹変えて残します。OKOK。このベビードラが、ポイズンで巻いて回したんだ。それはいいポイズンですね。僕のユニット全処理されるけど、そうなると次の僕のスケルトンラッシュを相手はなかなか止めれないんじゃないかなと思います。で、これ端前ラバー来ますね。ペッカでビビドラ釣っちゃって、うん、ペッカでビビドラ釣っちゃって、釣っちゃってからの、あ、やべ、戻ってくる。あ、これ待って、やった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 、これやった、これもうやべ、待って、やった、うわ、待って、やったやったやった、あ、待って、たん、頑張れる、さては頑張れるや、さては頑張れるや、俺は頑張りたいや、やばいやばい、待って待って、もうワンテンポ待って、俺は、ああ、アウチアウチアウチ、いやー、これザッピーね、いらねえんじゃねえかな、マジで。とか言ったらよくないっすよ、皆さん、本当にかわいそうなんで、ザッピーも今頑張ってラバーを止めてましたから。いや、多分ね、今のはね、勝てると思うんですけど、僕の多分ね、ザッピーの生かし方がね、もうちょっと我慢するべきでしたね。早く出しすぎましたね、うんこ。ふぅ。さあ、ジャイホリ極めます。らしいですね。なんで、じゃあ、ペック構えます。本当にジャイホリなのかな?よくありますよね。日本人で、ホグサイクルみたいなの作って、コカ使ってるみたいな。まあ、そんな感じですよね、ぶっちゃけ。あ、いやでも、まだわかんないですね。本当に、そんな可能性はありますが。バルキリーとジャイアントが一緒のデッキはなかなか見ませんが、まあまあまあ、ザッピーが活躍すること間違いなしでしょう、今回は。マジカーちゃん。いいザップ。さあ、ザップ使ったから、とりあえず、カード回しでスケルっちゃいます。ザップ使ったので、いいフリーズなんじゃない？トルネ防衛とかかな。か、ザップ回す？普通に耐えるんだ。耐えられた。あ、これザップ欲しいですね。ファルチェバルンやないかい。どこがジャイホリやない?ジャイホリやない?ファルチェバルンやないかい?さあ、ファルチェバルンでしたね。急に冷静。急に冷静なファルチェバルンでしたね。あれ?これはカウンターの流れじゃないんですか、先輩。そんなことないです。で、ビビドラこれ真ん中とかに出すと、トルネードでね、緊急動されちゃうんで、スケルトンラッシュは緊急動されると負けなので、高めファルチェ。あそこは、なんかビビドラが、でもこの試合ザッピーね、なくても勝てそうですね。まあでもザッピーのおかげなのか、これは。ザッピーを後ろから出せたことによって、相手は逆にすることがなくなって、ザップまで使ってくれた、そうしたことによって、スケルトンラッシュのダメージが刺さった。さてはザッピーを出したことによる、循環によって、さてはザッピーのおかげでここまでダメージが入っている。さあ、ザッピーのおかげでさてはこのバルーンを止めることができるのではないか。さあ、ペッカがバルキリーを止めてる。さあ、ザッピーのおかげでこのバルーンの、本当は3発入るぞ。本当は3発入るバルーンを、一発、この一体だけで一発で抑えていく。さては、ザッピー。強いですね。あ、これベビーで。うん。もう僕、ペッカと押しますね、もう。うん。
取んねえわ。さあ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 、あとはザッピーで守りましょうか。で、これ一応ナイトぐらいで止めて、ザッピー行きます。待って、これ、来た。ザッピーだ。ほら、見て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 。相手動かない。バルーン、バルーン動かない。バルーン動かない、バルーン動かない。ザッピー。待って、活躍してるザッピーが皆さん見た今の。皆さん見た今の。ザッピー活躍したっすよ。マジで。なんか涙出そうになってきた。やばいやばいやばい。なんで？あくびしたからかな。ちょっと待って。ザッピー、あ、これ大事っすね。これ大事。これナイトで内側寄せて。あ、内側4年やんけ。ザッピー、君ならこのバルーンバルキリーを止められるぞ。ザッピー、君の力を見せてやれ。ザッピー、行くんだ。お前の本領発揮しろ。まあ、これがザッピーだ。よし。さあ行きましょうか。スケルトンラッシュ。まあ、ファルチが来たらパッキンしちゃって、あ、スケルってよかったっすね、ぶっちゃけ。で、トルネード来て、全部一掃されて、ピュイーン。まあ、スケル打っちゃって、ちょっときつそうみたいなことないかな。頑張れ、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 ユニットたち。頑張れ、頑張れ。ファルチを溶かせ。スケルトン、やべ、これちょっとやべえな。一回ね。一回ちゃんと行きますよ。一回ちゃんと行きますよ。まあ、ずっとちゃんとはしてるんですけどね。とりあえず、でも、ザッピーさえとけば、いいですよね、これ。絶対きついっすもん。しかも、相手あれっすね。もう、ファルチも咲いたんで、これもう、ペッカマスク作って、よいしょ。うん。ザッピー脆いですね。非常に。非常に脆い。非常に脆いです。ほら、ほら、ザッピー、ザッピー、見て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 、みんな、ザッピー、ザッピー、見て。ほら、ザッピーのおかげでマスケット生きたよ。え？今のは真面目にね。今のは結構真面目に、ちょっと強いザッピー。見て、見て、ザッピーが、ザッピーが、アイスピに勝ったよ。何の報告やねん。みんな、見て。スケルトンが残る。あ、ザッピーが。あ、ザッピーが。なんか溶かした。そう、来た来た来た。じゃあ、ペックがもう入って、フィニッシュ。いや。ザッピー、ちょっと活躍したやんけ。ちょっとね。ちょっとだけ活躍しましたね。いや、でもね、初速というか、速くなったことによって、バルーンとかもね、非常に止めやすくなりましたね、と言ったところで、個人的にザッピー結構頑張ってたんじゃないかな。みんなもザッピー使ってあげてね。じゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。